ヒカルへ。ずっと伝えられなかったことを手紙に書いてヒカルに伝えます。俺は高校の時にルーゲリック病という病気にかかっちゃったんだ。筋力が衰えてあと1年も生きられないみたい。なんで俺なんだよな。もっと野球やりたかったのに。けど後悔はないんだ。その思いはヒカルが受け継いでくれるはずだから。このノートに俺の野球をすべて書き残したから、ヒカルの野球人生に足してくれ。2008年はどんな年になるかな。きっと俺らにとって最高の一年になるよな。ヒカルの活躍する姿を外から見守ってるからな。守る。